カニのゲームしようぜ、よいしょ。さあ今日は、この方に僕らのラッキーハプニングをチャレンジしていただきたいと思います。よろしくお願いします。探偵ごっこはそこまでだ。コナンの黒の組織一員さんに来ていただきました。来てやったぞ。すいません、仁さんはもしかしたら、BL で登場することもあるかもしれないんですけど、ちょっと失礼というか、いやいや、認識があるのかどうかわからないんですけど、まあ黒の組織は何でもありだから。あ、そうなんですね。じゃあ、BL にもある程度詳しい。まあちょっと、まあ赤い周一とかそういう目で見てたりする部分もあったりなかったり。そうなんですね。これはだいぶ有利だな。負のつく女子たちはだいぶこれはかどるパターンになるかもしれないですね。で早速ゲームを。俺もなんとかなあそこに入り込みっていきたいからな。はい、どこですか、あそこって。どこですか。アムロと赤いの。ああ、ピーポーになってます。ピーポーになってます。ピーポーになってます。ダメっていうことか、これは。ダメです、多分。ダメなのか。はい。じゃあ、ゲームをスタートしてください。このゲームで我慢しとくか。はい、お願いします。なんかな、もう、はい、乃木がクリアしてたからな。あ、乃木さんのことはご存知なんですね。あ、なるほど、これで動かすのか。もうクリアのこのなマークな。あ、どっちもな、もう、クリアしたんでしょうね。そういうことだな。はい、ここで鍵が開いたステージ3に行くぞ。謎解きしてます。フォトスポット。カメラマンを目指している俺、一眼レフを持ち歩き、全国各地を旅しながら撮影して巡っている。綺麗な景色にもちょっと飽きたし、次はあれを撮りたいんだ。おお、そうしたらこの風船を狙撃だ。ちょっと割りたいだけじゃないですか、不正解なんですよ。ちょっと黒の組織の考え方は違うみたいだな。 BL で考えてもらえたらいいと思うんですけど、まあ BL シンプルにこなしていくとしたら、まあこういうこと、まあそういうことじゃないですかね。はい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 。あ、そうな、翼だな、ね。ここで写真を撮りたい。はいはいはい、映えますからね。自分の写真を撮ってもらいたいんだけど、近くに頼めそうな人はいるかな。スマホじゃなくて一眼レフだから、ある程度説明を聞いてくれる人だと助かるんだけど。なるほど。聞いてくれる。聞いてくれる。マジっすか。お、完全に後ろの若いお兄ちゃんだと思ったんですけど。まあ正解したらこっちのもんだ。あ、すげえな、クローン組織。あ、範囲が広いな。あ、ということですか。俺と同じくらいの世代の男性がいたんです。そうですよね。ピントって画面タッチで合わせるんですか。へえ、今のカメラってすごいんだな。彼は熱心に説明を聞いてくれるんだけど、距離が近くてドキドキ、羽の形までくっきりわかるよ。アフター。お、あ、これこっちだな、多分な。あ、あー、なるほど。羽の形まで、距離が近く、あ、そういうことですか。おそらくな。ああ、そいつの目線は的にはこっちだな。ちょっと完全にこっち見てないもんな。そうですね。ジンの兄貴、ちょっと。そういう目線ですか、今。当たり前だ。当たり前だ。そのモードに入ってた。そのモードに入った。ちょっとじゃあ、その耳の。耳だな。はい。ここに決まってるんだ。うわー、すげー。もう完全に、この正解の絵がこれだ。今のやつ。彼は天使のピアスを。天使のピアスではないけどな。そういうこと。天使の羽の、過去天使の羽のピアスかな。小さいのに羽の形がはっきり分かるぐらいの距離で、かなりドキドキすると。まあ確かに、ね、顔近くあったらドキドキしますもんね。天使のピアスか。はい。ちょっと全然納得してくれてない、ジンの兄貴が。それ素敵なピアスですね。でしょ、すぐ近くで買ったんで、よかったら一緒に行きません。そうはならんだろう。いやいや、分かんないじゃないですか。もうこの気づいてる表情で気づいてる可能性ありますから、ね、なるほどね。もう行けると思ってるんだな、こっちもな。そうなんだ、ちょろいな、こいつ。俺がお揃いのを買ってここにつけたら、二人で一つの翼みたいになるのかな。そういうナンパスポットなのかもしれないな。あ、だからここにいたんだ、この人。超計算高いっすね。まあじゃあ二
2つ、まあ、計算高いという意味では黒の組織には向いているな。おスカウトしようとしてますBL しないでスカウトしようとしてます。翼みたいになるのかなっていうことはですよね、うん、これは買ってここにつけたらなっていうことですよね。そうだな、ということそうだな。はいはいはい、はい、彼とおそろいのピアスを買って反対の耳につけるもうつけちゃったな。いい雰囲気になって連絡先も交換した。旅先で出会ったから遠距離にはなるけどこれから恋の物語が始まりそうなよ。遠距離 BL は今までなかったからいいんじゃないか。あ初のジャンとな。そうかもしれないですね。もしかしたらあるかもしれないですけど、わかんないですけどね。こっちが知らないだけだな。僕もそう詳しくないから。ただジンの兄貴、ああ目線鋭いっすね。そうか、はい、別にそんなに難しき問題ではなかったと。この前なんか乃木さんがちょっとポンコツだっただけにジンの兄貴なんであいつはあんなに察する能力がないんだおかしいだろ、まあ、別班だぞ。そう、まあそうっすね。こっちでは赤井秀一ぐらいの実力を持ってるはずだ。ああそうかそうか、まあ、そっち方面、まあ戦闘の方っていうことかもしれないな、ね、キスとか初めてって言ってましたからね。ああそうだな、やっぱ、愛を知らなかったからこういうところはちょっと苦手なのかもしれないな。そうかもしれないですね。まさかジンの兄貴と乃木さんの話すると思わなかったけど、うわーもうじゃないですか。ちょっと腹出てんなこいつ。こっち上か、はい、珍しくちょっとのけぞってるからな珍しくサウナになんかちょっと待て、はい、ストライク3つ溜まってるぞこれ本当だ。何の、え、ちょっと待ってください。何のスポーツだこれ。それ言うと10回、あれちょっと待って10回はまああるかありますよね両方0対0だったら、まあそうだな、あるのかな。あっていうこと。ホームランも1回も打たれてないしね。そうですよね。ちょっとまあまあごめんな、今そこじゃなかったかな。あ、そうですね、うん、エンジェルスですかね。動揺してません、なんかブブブブ、やめてやめてやめてください、やめてください。あ、なるほどな。何ですか。っていうかもうそのこっちに目線合わせてたら気づいたぞ。ああそうですね、僕もなんかちょっと今気づきました。はいはいはい、そういうことだな、俺の大好きなチームがって言ってるからな、はいはい、そうですね。あとちょっとで勝ちそうっていうシーンが流れて、うん、あれもしかしてこの人も同志なのかな。もしかしてじゃねえだろ。そうそうですね、もうもうだろ。そうじゃないと買わないですよね、あのタオルは。はい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 、察しが選手の察しが悪すぎるな、はいはい、試合が終わるまで本当にあとちょっとって、それは一体どこを見ればわかる。これじゃないかやっぱまあここだろうな。それはね終わっちゃってるんですよストライク3つだから。あ、だから本当にあとちょっとっていうことじゃないか。そうこっちでいいのかな。 あれ あやっぱこれか、やっぱそっちなんだ。ああボードを見たら9回裏2アウトだったんだ。同点で満塁にされてしまった。いやもう3アウトじゃないのかそうですよね。どういうことあれこれも海外のメーカーのゲームなのかやった試合終了。もう勝負がついた瞬間同志な彼が興奮して俺に抱きついてきた。思わず応じてしまったけど、俺が同じチームのファン同士だってどうしてわか、あこれはマジでわかんない。アフター、え、なんでどういうことどういうこと、どうして分かったのかな。タトゥーとか入ってる。いや、え、まあ、どういうこと。適当に刺していこうか。よし、顔で、ほら顔で、あガッツポーズ、そういうことだな。ああ、うん、そういうことか。あ、ガッツポーズしたからね、抱きついてきた。もうまあ果たしてそうなのかというところだかな。これはだいぶですね。ああもうこの絵がやばいですもんね。ああああそしてこ勢いで抱きついてるだけとはいえ、これにはドキドキせざるを得ない。だってここはサウナでめちゃくちゃにじみ出てるのに。ああどこを刺せばいいんだ。にじみ出てる、はい。ああまあまあまあ筋肉質、汗がね、うん、はいはい、特殊な性っていうのはあんまりよろしくないんじゃないかな、まあ、あれコンプラとか聞いてるんですか
このご時世ゲームのメーカーも偉くなったもんだいやアマガエルも偉くなったもんだみたいな自分の愛車のこと言ってたけどちょっともうちょっとこれ結構やばいですね。だいぶちょっとサウナの時点でちょっと止めようか迷ってたんですけどはい、なんでだ、何かおかしいことある、いや、なんか放送して大丈夫なのかっていうのがちょっと気になっちゃってというかまず、ね、スレンバーって何なんだ、はい、あもうこれダメです、えピーポーなってます、あピーポーピーポーってなっちゃってるんで、あれよくない、いや進んでいこう、いやもうダメですダメですサウナのこれからもステージがどんどんやばくなるのもうちょっと目に見えちゃってるんでもうこれ以上はごめんなさい、陣の息これ以上はもうちょっとダメです、ダメなのか、はい、多分 YouTube では流せないことになっちゃうんで、だってもう、そういうことですもんね、そういうことなのか、失恋バーってもうそういうことですよ、そうなのか、はい、居酒屋じゃなくてスナックじゃなくてバーこれぐらいはいいだろう大丈夫かな、怖いだろうな、ちょっと彼女に振られてしまったな、うん、彼女に振られちゃったんだ、これは明らかにアルコールだけど先月で二十歳になったから飲んでも大丈夫これな、はいはいはい、なんか問題でもないけど、そうっすね、ああカクテルを作ってくれたと、ちょっと逆にステージ5ぬるくないっすか問題がさっきまでのドキドキをどうしてくれるんだろう、慣れてなかったせいかグラスを手に持った瞬間カクテルを全部こぼしてしまう、ああカバンにな、ああカバンにか、ああぬるいなぬるくないっすか、ああ設定は激しく問題はぬるくだ、そうなんかあなんだなんか聞いたなんかボクシングの漫画とかで聞いたことはある、心は熱く頭は冷静にみたいなことかなどういうことなんだ、気にしないで、別れた彼女きっともう必要ないってことだよ、はあそういうこと、彼女と別れた、うん、推測するにこれだろう、彼は既婚者、うん、俺も振られたばっかりなんです、別に設定もちょっとぬるい感じじゃない、ちょっと待って彼は既婚者だったねって結局振られてしまったんだろう、ああ彼女に、ああちょっと待って、だから BL だからさ変なさ、その何その男女のさ不倫のいいやつとか入れないでよ、もうブレるじゃん、こういう問題に会いたかったぜシェリーじゃないの、会いたかったぜシェリーじゃないのよ、さあ次の問題だ、待ってよ、さっきのサウナの問題どうしたのよ、終わったの終わりだ、終わりです、ぬるいやつはもう終わりだ、終わりです、うん、今日は陸上競技大会、長距離選手の俺はこの日のために奮発して少しでも走れるようこいつをゲットした、案の定記録は伸びそうだ、まあこれだろうな、はあ、まあ、まあまあまあ靴によって、ちょっと待ってくださいよ、もうサウナのやつの最初のドキドキもうこれ絶対なんかなるじゃんっていうのからの あそこまでいっちゃうんだっていうやつから、ストライクが3つも溜まってたドキドキからな、ねえ、出だしが全然エロくないやつっていう、これ大丈夫かだってほらねえ、まあ、もう2問目これのステージ6の2問目がもうエロくないですよ、待て待て、ここで一回あれだろ、耐える時間だろ、耐える時間、うん、一気に腹ペコになって飯食った方がうまいみたいな、ジンの兄貴そういう殺し方好きですもんね、多分ね、そうだな、だから8問目ぐらいに飛び切りのやつが来ると、あそういうことか、そして問題も非常に楽だ、はいはいはい、はい、ゴールをね、うん、なるこれやったぞ、優勝だ、タイムはどうだ、次続きに隠されてるな、あそういうことか、俺のチーム仲間が大騒ぎしてる、どうやら、なんだ今の俺にはそれよりもドキドキしてることが、だろう、はい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 、まあ、てか逆にどうしたら正解じゃなくなるんだろうなああ大会スタッフね、大会スタッフはこんなことはしないと思うな、そうそうですね、まあそういう狙いが、はい、
あるんだろうな。あ、これタオルかけてほしいっすよね。問題はもうどうでもいい、もう早く8問目に行こう。ああ、ちょっと見てる視聴者もここら辺たるいと思う。まあまあそうそう。すげえ的確なことに。ハンバーガー。何これだ、栄養バランスだぞ。とにかくうまい、早い、安い。うん。うん。魅力で頻繁に利用してるハンバーガーだ。どっちだ。まあまあ、それら辺でいいんじゃないですか、ハンバーガーもね。はい、スタッフがピンチの時でもハンバーガー屋はそんな俺の方が雑すぎないか満たしてくれるけど、いや今のハンバーガー屋は結構高いんですよね。まあまあさ、今はそこじゃねえだ。美味しいけどね、その分ね。食べ終わって外に出たら、なんだか、ま、来る前と様子が違う。俺はこの人の仕草でそれを直感したんだけど、わかるだろうか。はいはい、まあまあ、はい。何が起こるかは大体分かってる。そこまでの逆に今度はよかったらこれどうぞ。もう俺の後から店出てきたサラリーマンがどうしてそんなにすんなり渡してくれるんだろう。ちょっと怖いな。そうですね。あれは銃とかが仕込んであるのか。怖い怖い。サラリーマン君傘を2本持っていた。なんで2本持ってるんでしょうね。あとこれコンビニの傘か、本当にまあ売ってるけどな、こういうタイプの傘。まあまあまあ、ビニールの方が本当はいいかもしれないですもんね。確かに。なんて優しい人なんだ。あ、1本壊れていた。はいはい、アイアイ傘。なるほど。結局アイアイ傘1本壊れてたの。え、アイアイ傘、え、どういうこと。もう話変わってきますよ。壊れてるのを渡してきたっていうことか。そうっすね、よくわからないな。あ、それかその前に出てたあの手をね、上げて、あ、雨降ってるみたいな女の子が、実はその別れて、この場で別れて、もう傘めちゃくちゃにした張本人かね。なるほどな。ですぐくら替えしようっていう。はいはいはい。BL ってそういう感じなのか。いや、そんな雑ではないと思いますけど。な、肩抱いてるからな。そうですね。まあいいな。よし、はい、頼むぞ。ステージ88は僕も好きですよ。今日は大学のサークルの飲み会、みんなテンションが上がりすぎ、気づけばこんなに。ああ、ちょっといい感じかもしれないですね、これはね。ちょっと期待しようかな。序盤なのにさすがに多くないか。正解ね、飲み終わったらカラビールジョッキやばいよね。急性アルコール中毒かな。これはマジでやばいかな。やばいですね。大学のサークルとかバカなやつしかいないから。あれ、ジンの兄貴なんか大学のチャラいサークルになんかありました。ヒヤヒヤしてますよ僕。あの飲み方はやばい。まあ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 、そうね。これが振られたらどうしよう。もうこれに至っては飲んでるやつがこいつしかいないわけだから。そうですね。ありがたい。はいはい。ラッキー問題だ。さすがラッキーハプニング。の中身を一気に飲み干してるやつがいる。急病人が出たらサークル存続の危機になる。まあみんな酔っ払ってるからどうでもよくなってるんだろうな。まあまあそうかな。俺はそんなに飲んでないはずなのにこの雰囲気によって気分が悪くなってきてしまった。こういう時ってここをさすってもらうと楽になるんだよな。おお、これは期待できる。おわ、あ、これ不正解の時のやつだな。そうですね。背中さすっちゃいけないって言いますもんね。まあでもここはな、まあたまたまね、この人は業に入ったら業に従いだ。好きになっちゃうらしいぞ。おお、一条先輩か。俺か。この人がそうなのか。もしかして俺のことが好きなのか。だって普通背中さすりながらこんなことしない。何してんすか。一条先輩何してんすか。普通、え、背中さすりながら。ああ、そういうことか。やっぱちょっとぬるいな。大丈夫か。もう猫になってしまったぞ。こんなん。猫シミュレーターじゃないんだから。いや、もうこれ以上はもしかしたらここまでもう来てるから、この後本当に放送禁止みたいなやつが出てきちゃうとまずいんで、ちょっとジンの兄貴そろそろ、ああ、そろそろ黒の組織の仕事に戻っていただいてよろしいでしょうか。ああ、そうだな。はい、カニゲームしようぜ。これ以降はね、まだ先はあるんだ。これ以降は皆さんの目で確かめてみてくださいということで、もう一回サウナやるか。やめてください。ご視聴ありがとうございました。